一般財団法人電力中央研究所は、電気事業に関連する科学技術、経済、政策の研究開発を行う研究機関である。電中研、電研などの略称が用いられることもある。英語名は、Central Research Institute of Electric Power Industry。クライオペと略される。50年以上にわたる研究活動をもとに、 電気事業に関して先駆的な提言を行っている。東京都千代田区大手町本部のほか、東京都狛江市、千葉県阿弥子市、神奈川県横須賀市に研究拠点を置く。経済、土木、建築、電気、原子力、機械、科学、物理、生物、環境、情報など、あらゆる分野の研究者を揃えており、大学の客員教授が多く在籍する。 総勢は約750名、そのうちの約660名が研究員であり、研究員の比率が高い。電力会社の合同出資により運営されているため、電力会社のニーズに沿った研究開発を推進する一方で、前述の松永安左衛門の設立の意図から公益法人として完全中立を堅持する体制や、 科学研究費補助金の交付対象である学術、研究団体としての側面も併せ持っている。東京電力などの電気料金の0.2%が運営資金である。1949年、吉田茂内閣総理大臣が GHQ の命令により、松永安左衛門を委員長とする電気事業再編精神議会を設置したことが、 電力中央研究所の発足のきっかけである。戦前は九州、関西、中部、関東の電力会社を参加に収める電力王と呼ばれた松永であったが、戦時中は反戦と自由主義を貫き、この文踏内閣総理大臣からの大政翼参会への加入や大倉大臣への就任の要請を断った。さらに戦時下で、 昭和天皇の勅命をいただいているとされていた官僚を軍部に追随する人間のクズと抗言し、新聞各紙に謝罪広告を掲載する事態に追い込まれた後も公然と電力の国家管理政策に反対した。このため、軍部のブラックリストに乗り、政財界から離れることになった。吉田茂が年齢的にも健康不安が危惧された73歳の松永を起用したのは、 戦時中の言動から戦争犯罪と無縁なことや GHQ と思想心情が近いと考えたためである。松永は国家管理政策による反韓反民の日本発送電の分割民営化を提案したものの、当時の通商産業大臣権大倉大臣であった池田隼人を除いて電気事業再編精神議会の全委員、政財会、官僚、 学識経験者、国民、マスコミからの反対にあい、日本中が日本初総連の存続を疑わなかった。さらに、松永の電気事業という重大国策を多数決で決するとは、何事かとの暴言をきっかけに、松永は孤立無援の状態となった。しかし松永は GHQ を直接説得し、国会決議より効力が強い GHQ。 ポツダム政令として、旧電力体制への分割民営化を成し遂げた。続いて、これを実行する機関として、公益事業委員会を設置したものの、当時の日本は、急激に電力需要が増加し、電力不足のため電気料金の大幅な引き上げが続く状況にあった。電気料金の引き上げは、国民の反発を招き、松永は、電力の鬼と呼ばれるようになる。 松永は電気事業の持続には電力経済並びに電力技術の調査、研究を盛んにするため必要なる機関を新設、または拡充し、さらなる専門家の要請も行い、電気事業の健全なる進歩発展が必要不可欠であると考え、戦時中に国が電気事業に介入した苦い経験をもとに電力経済並びに 電力技術の研究開発を一切の外圧に影響されることなく効率的に実施するための公益法人のシンクタンク兼研究機関の設立を構想した。そして75歳となった松永を中心とする旧電力会社と電気事業再編成審議会は解体した日本発送電の研究部門をもとに1951年11月7日に 日本最大の研究機能を有する、戦後日本初の本格的な民間シンクタンクとして、電力中央研究所を設立した。戦後、高度成長期には、電源の非ボンド重化、火力発電用燃料の油主単重化、火力発電における、原油生滝、原子力発電の商業化、久間周波数変換所の設置など、電気事業の根幹に関わる重要事項について、 独自の研究成果に基づき、シンクタンクとして提言した。オイルショックから現在に至る間には、電源のベストミックスの概念、火力発電用燃料の海外端の導入による、石炭回帰、エコキュートの開発をもとにしたオール電化によるに、酸化炭素排出削減などを提言している。東北電力女川原発の建設の際、東北電力に津波を考慮して、 海抜15メートルの高台への設置を主張し、2011年の東日本大震災では、女川原発の壊滅は免れた。また、松永が別途組織した施設シンクタンク、産業計画会議においても、電力中央研究所は、松永のブレーンとして参画した。電力中央研究所につき、先越を顧りず、一筆す。余が24年前、 東方産業研究所の所長となりしとき、産業研究は取得の連磨であり、もって社会に貢献するべきであることを悟った。ただし科学の進歩は累積と推理により、無限の発展を遂げる性質のものであり、18.9世紀に入り、はるかに人類は、その面に躍動して、蒸気利用の発明、電気の発明、科学の発明、または、 是等の応用に革新的進歩を成した。近くは、原子力、水素の融合反応等、あるいは人工衛星に至るまで、科学的進歩は無限に続くのである。しかし理己的な人間性は、社会的には、なお4000年前の鉄人と比し、何らの心境を示していない。是は、人間の悲劇である。諸子よくこれを知りない面的な人間性の連磨を、 科学の研究と共に続けられんことを祈るものである。1957年10月22日北見に、おいて、専門分野別に、以下の8つの専門研究所から編成されている。社会や電気事業が抱える緊急で重要な課題に、対して総合的に取り組むため、研究所をまたぐ、横断的組織として、総括プロジェクトが存在する。原子力による、 あらゆる事故を想定した対策を講じる研究を行う組織。大西栄一から1951年11月から1953年3月、松永安左衛門から1953年4月から1971年6月初代、社長、博多商業会議所会頭、中部共同火力社長、日本電気協会会長、 慶応義塾大学名誉博士、北里大学医学部建設講演会長、電力研究国際協力機構創設者、横山道夫から1971年6月から1980年6月、成田博史から1980年6月から1991年6月、与田忠史から1991年6月から1999年6月、 佐藤太志栄から1999年6月から2005年6月白、両一2005年6月から2009年6月、鏡正宏2009年6月から2018年6月、松浦正則2018年6月現在。ありがとうございます。